鏡の国のアリス、鏡の国のアリス、鏡の国のアリスは1871年に発表されたルイス・キャロルの自動小説、不思議の国のアリス、1865年の続編であり、前作では不思議の国を冒険した少女アリスが、今作では鏡を通り抜けて異世界に迷い込む。前作と同様、文中には様々な言葉遊びやパロディが散りばめられているが、 即興で作られた話が元となっている前作とは異なり、初めから出版を意図して作られた今作の物語は、より知的な構成が取られており、アリスをはじめとする登場人物たちは、地図のルール二重で、マス目で区切られた鏡の国の中を行き来する。また今作では、ハンプティガンプティやトゥイードルダムと、トゥイードルディといった、マザーグースに由来するキャラクターが登場するほか、 ナンセンス詩の代表作として知られる、ジャオックの歌が作中作として登場する。前作同様、他にも多くの詩と同様が、作中に挿入されており、挿絵も引き続きジョン・デニエルが手掛けている。不思議の国のアリスとタイになる作品として、前作と共に、様々な言語に翻訳されて、世界中で読まれており、前作と組み合わせた、映像化をはじめとして様々な本案や、 派生作品を生んでいる。前作と同じく、鏡の国のアリスもまた、アリス・リデルをはじめとする、リデル姉妹との交流が着想のもとになっており、今作では、特に1863年の間の出来事が、物語に大きな影響を与えている。この年の3月10日、キャロルとリデル家の所属するオックスフォード大学の、 学寮クライストチャーチの出身である皇太子、後のエドワード七世の結婚式があり、その日に至る数日間盛大なお祭り騒ぎがあった。キャロルも結婚式の前日、自分の弟エドウィンと共にアリスに付き添い、イルミネーションで飾られたオックスフォードの街を練り歩き祝祭を死んだ。同年の6月にも皇太子夫妻のオックスフォード祭訪問があり、この時は祝典に合わせて、 バザーが開かれ、リデル家の姉妹は皇太子妃に白い子猫を売った。アリスが女王になるまでの道のりという、鏡の国のアリスのテーマや、作中冒頭のアリスと子猫とのやりとり、ライオンとユニコーンの総話などは、この王室の祝典から着想を得ているものと考えられる。さらにこの二つの祝典の間の1863年4月、キャロルは、 チャールストン・キングズに滞在していた、リデル姉妹に招かれて、この地で数日間姉妹と共に過ごしている。同地には、リデル姉妹の祖父母の住むヘトン・ローン館があり、リデル夫人が出産間近となっていたために、姉妹はこの田舎の家に一時預けられていたのである。ヘトン・ローン館の客間の暖炉の上には、部屋全体が映る大きな鏡がしつらえられており、これが鏡を通り抜けて、 別の世界に行くというアイディアのもとになったものと考えられる。そして昼食後、キャロルが姉妹と共に馬車で散歩に行き、丘からグロスターシャアの平野を眺めると、ちょうどチェスバンのような田園風景が広がっていた。また本作第3章の客車の場面は、同年6月25日に学寮関係者でニューナムへ遠足に行き、その会議にキャロルとアリス、 その妹のイーディスの三人だけが鉄道を使って帰ってきた時の出来事を再なしたものである。1865年に不思議の国のアリスを観光して一躍有名人となったルイス・キャロルはこの作品の公表を受けて続編の構想を始めた。キャロルがアリスの出版社であるアレグザンダー・マクミランに宛てた1866年8月24日の手紙の中では まだ明確な形をとっていないものの、続編を書く考えを抱き始めていることが記されおり、そしてその年の暮れまでには実際に執筆に着手した。現代の鏡を通り抜け、そしてアリスがそこで見たものというタイトルをキャロルに提案したのはオックスフォード大学の同僚であった友人ヘンリー、リドンであったらしい。物語の執筆の傍らで難航したのがサシ絵の依頼であった。 キャロルはおそらく前作の挿絵を担当したジョン・テニエルにまず依頼を行ったと考えられるが、テニエルは多忙を理由にこの仕事を断ったのである。このためキャロルは挿絵画家を探し回らねばならず、テニエルの推薦を受けてや、キングスリーの水の子の挿絵を担当したノエル・ペイトンなどに当たったが、いずれも都合が合わなかった。結局、キャロルはテニエルに、 彼が現在仕事を引き受けている出版社すべてに対して向こう5ヶ月分の違約金を代わりに支払うという条件を潜下げし、1868年6月に、さらに暇を見つけてはという条件の下でこの仕事を引き受けさせることになった。前作と同じく、今回もキャロルは差し絵に対しこと細かに注文をつけ、テニエルをうんざりさせた。 例えば物語の後半で女王となるアリスに、テニエルははじめクリノリンを履かせていたのだが、クリノリンを毛嫌いしていたキャロルはこのシーンをすべて、普通の清掃に書き直させている。その一方でテニエルも、キャロルの文章に注文をつけており、作中の詩に出てくる、大工と生打ちの組み合わせに抗議するなどした。さらにテニエルは、カツラをかぶったスズメバチが登場する作中の一、 総話に対し不満を表明し、キャロルもこれを受け入れてこの総話を丸ごと削除している。この削除された総話は1974年になって初めて発見された、口述削除された総話を参照。1869年の1月には、キャロルはマクミランに最初の一章の原稿を送っている。しかし、テニエルがあらかじめ忠告していた、通り差し絵の仕事は遅れ。 1871年1月に最後の構成釣りをテニエルに送ったヤロルはすべての挿絵を受け取って鏡の国のアリスを観光するまで1年近い時間待たされることになった。こうして1871年12月24日のクリスマスに観光された鏡の国のアリスはすぐにストセラーになり各紙の書評で前作に劣らない惨事が送られた。 観光から1年の間に2万5千部ほどを売り、その後も一度も途切れることなく、番を重ね続け、キャロルが死去した1898年までに10万部以上の鏡の国のアリスがすられている。前述のように、テニエルは、カツラをかぶったスズメバチの総話に対して、不満を表明し、結果的にキャロルにこの部分を削除させている。そんなものをどうやって絵に描けば良いのかわからないし、 そもそも話としても全く面白くないというのがキャロル宛ての書簡で表明されたテニールの主張であった。このやりとりはキャロルの老いのスチュワート・ドジソン・コーリングウッドが記したキャロルの伝記1898年で触れられているだけでその削除された本文がどのようなものであったのかはながら誰にも知られないままであった。しかし1974年になって この削除部分の構成ずりが、サザビーズのオークションに出品され、これによって初めて世に出された。売り手は、匿名の人物であり、何者か不明だが、原稿は、ドジ尊家の年長の人物の誰かからその売り手に、手渡されたものであるという。この原稿は、その後書籍にも収録され、出版されている、日本語版では、高山博役、新中京の国のアリスに書集。 この総話は、テニエルの手紙の内容からして、第三章の記者のシーンの前後にあったものと推測されていたが、現物の発見によって、実際には、第八章の最後に入っていたものであることが分かった。テニエルとコリングウッドは、章と表現していたが、そのため既存の十二章とは別にもう一章あったのだと、誤解されてきた、実際には、独立した章となるような、長いものではない。 アリスが白の騎士と別れた後、次のマス目に進もうとする直前の場面で、スズメバチの深いため息を聞いたアリスが引き返し、彼の話を聞いてやるという内容で、問題の、カツラは派手な黄色をした、海藻の塊のような形をしたものと、表現されている、当初はハンカチで隠されている。また、パロディ氏とおぼしき、し原種は不明も一辺差し挟まれている。 白の騎士が登場する第8章はそうでなくとも長い章であり、キャロルがテニエルの提案を受け入れたのは、この章を短くする意図もあったと推測できる。発見された総話は、テニエルが判断した通り、鏡の国のアリスの他の部分に比べて、制裁を書いている、というのが、読者のおおむね一致した見解であるが、しかしそれはキャロルが本腰を入れて、遂行を行う前であったためであるとも考えられる。 ガイホークスの日の前日、ダンの前で糸を食っていたアリスは、毛糸玉を解いてしまった子猫の危機を叱り、そのまま子猫を相手に空想ごっこを始める。その延長で、鏡の中の世界を空想しているうちに、アリスは実際に鏡を通り抜けて、鏡の世界に入り込んでしまう。鏡の中のダンの前では、ジスの駒が意志を持って動き回っているが、はじめ彼らには、 アリスの姿が見えず、アリスは彼らを持ち上げたりして驚かせる。アリスは鏡文字で書かれた本の中の詩、ジャバウォックの歌を鏡に映すことによって読み取った後、戸外に出かけてゆく第一小教の向こうの家。アリスは丘に登ろうとするが、道がアリスの意志に逆らって何度もアリスを家の前に戻してしまう。そのうちにアリスは喋る花が植えられた花壇に行き当たり、 鬼指やバラなどと言葉を交わす。そこにアリスくらいの背丈になって赤の女王が通りかかり、アリスはあえて逆方向に進むことによって女王に追いつく。丘についたアリスは小川とか綺麗でチェス盤のように区切られた景色を眺めて、この世界全体がチェスゲームになっていることを知り、赤の女王の助言で自分も駒として参加することを決める第二章を生きた花園。白の符。 ポーンとなったアリースは、最初の一手で二マス進むために、自分でも知らないうちに列車に乗り込み、髪を着た、紳士、ヤギ、カブトムシ、ひっきりなしにダジャレを言う声、姿は見えないが、後で巨大なカとわかると、相席する。やはり知らないうちに、再び列車の外に出たアリースは、巨大なカと二人きりになり、彼から、様々な鏡の国の虫を紹介される。その後一人になったアリスは、 そこに入ると、ものの名前がわからなくなる、七種の森に入り、そこで小鹿と道連れになるが、森を出た途端に、アリスが人間であることを思い出した小鹿は逃げていってしまう。第三象教の国の虫たち。再び一人になったアリスは、次の章で、マザーグースのキャラクターであるトゥイードルダムと、トゥイードルギに出会う。彼らはアリスに眠り込んでいる、赤の王を見せ、アリスは、 王の夢の中の人物に過ぎないのだと教えた後、歌の通りに壊れたガラガラをめぐって決闘の準備を始め、やはり歌の通りに飛来してきた巨大なカラスを恐れて逃げていってしまう。第四章、トゥイードルダムとトゥイードルディー。そこに、大ガラスの羽ばたきによって女王のショールが飛ばされてくる。アリスはやってきた白の女王の身だしなみを整えてやり、彼女から自分は 時間を逆方向に生きていて未来のことを記憶してるのだといった不条理な話を聞かされる。しかし二人が一緒に小川を越えると、不意に女王は羊に姿を変え、あたりは雑貨店の店内になる。その不思議な店ではアリスが棚にあるものを見ようとすると決まってそこだけ空っぽになる。アリスはいつの間にか羊を乗せてボートを漕いでいる自分に気づき、 羊に言われるままにボートを漕いだり、花を摘んだりした後、再び知らないうちに、元の店内に戻る。アリスは卵を買うことにし、逃げていく卵を追って知らないうちに戸外に出る、第五毛糸と水。その卵は、塀の上に座り、マザーグースのキャラクターである、ハンプティダンプティに変わる。彼は、尊大な態度で、アリスに自慢話をし、自分は言葉に、好きな意味を込めて、 使うことができるのだと言ったことを語る。アリスは、ジャバンウォックの歌を彼に解説してもらうが、彼の元を去ると、その背後で、大きな落下音が起こる。第六章ハンプティダンプティ。落下音が起こった途端、森の奥から白の王の大軍勢が現れる。アリスと白の王は、死者の一人、ヘイヤからの知らせを受けて、もう一人の死者、ハッタが待つ町に向かい、 そこで王冠をめぐって争っているライオンとユニコーンを見物する。ライオンとユニコーンはマザー・グースの歌の通りに街中を追いかけ回った後、プラムケーキを注文し、アリスがそれを切る役目を言い渡されるが、あたりに大きな太鼓の音が響き始め、アリスはその音から逃れて、次のマス目に出る。第七小ライオンとユニコーン。音が止むと、アリスの元に赤の騎士と白の騎士がやってきて、 アリスをめぐって、決闘を始める。勝利した白の騎士はアリスを次のマス目まで、送り届けようと申し出、上下逆さの小箱や、円錐形の兜といった、自身の様々な、珍奇な発明を披露しながら、森の外れに案内し、そこで長い歌を送ってアリスと別れる。第八章拙者の発明にござる。次のマスに入ったアリスは、 自分の頭に王冠が乗っていることに気づき、自分が女王になれたことを知る。すると、いつの間にか自分の両側に赤の女王と白の女王が座っており、二人は女王の資格を問うために犬から骨を引くと答えは何かといった不条理な質問を続けざまにアリスに行う。二人が疲れて眠ると不意にアーチが現れ、アリスがそれをくぐると、アリスのためのディナーパーティーが始まる。 しかし運ばれてきた料理はどれも紹介が済むとそのまま下げられていき、アリスは何も食べることができない。アリスがスピーチを始めようとすると、食器や女王たちが変形し始めあたりは大混乱に陥る。感触を起こしたアリスは、小さくなった赤の女王を捕まえる、第九章アリス女王。そして女王を揺すぶると、その姿は不意に子猫のキティに変わる、第十章揺すぶると、 第11章目覚めると、アリスはどうやら夢を見ていたらしいと悟り、子猫たちにあれこれ問いかけた後、この夢は果たして自分の夢だったのか、それとも赤の王の夢だったのかと自問する、第12章どちらの夢だった鏡の国におけるアリスの行動は、ジスのルールに沿ったものとして描かれており、本作の冒頭には、その点を明示する、 キャロルによる寄付と差し手の解説が掲載されている。これによれば、白の布、ポーンであるアリスは、初期配置、白側から見て左より四列目、下から二列目で、赤の女王と出会い、次の手で、ルールに従って二マス分、作中では汽車に乗ることによって無。そこから、様々なキャラクターと出会いながら一手ずつ進んでいき、八マス目に至って、クイーンに昇進、プロモートした後、 十一手目で赤の女王を取り勝利するということになる。なおこの説明では白の十手目でアリスが入場、キャスリングするとなっているが実際のチェスのルールにそうした差し手があるわけではない。もともとはこの寄付とともにチェスの駒の配置に対応させたキャラクターの一覧表が掲載されていたが、かえって混乱の元となるためか百九十六年の番から割愛され、 入れ替わりに、キャロルの序文が掲載されるようになった。この序文で言明されているように、地図のルールにある程度沿っているのは、駒の動きだけで、白と赤の差し手の交代などは、厳密に守られてはいない。この地図のモチーフは、白と赤、黒の駒が必ず体になるという点で、鏡という本作のもう一つのモチーフとも合致していると考えられ、前作では、 年齢が明示されなかった主人公アリスは本作では作中の会話の中で7歳とちょうど半分と明言しておりおそらく前作から半年分の年をとっているものと見られる前作から引き続き登場するキャラクターとしては他にハッタとヘイヤと名を変えた帽子屋と三月ウさぎがいるが本文中でそれと示されているわけではなくアリスも彼らとの再会には気がつかない チェスをモチーフとした本作には、それぞれ赤と白の女王及び王、また白の騎士といったチェスの駒にそのまま人格を与えたキャラクターが登場する。作品の冒頭と最後に出てくるアリスの黒猫、キキと白猫、スノードロップのペアもまた、二色からなるチェスのモチーフに対応したものである。他方の鏡のモチーフは、トゥイドルダムとトゥイドルディー、ライオンとユニコーンなど、 タイになって登場するキャラクターが多い点に乱すことができる。彼らとハンプティ・ダンプティはいずれもマザー・グースに基づくキャラクターであり、キャロルの創作というわけではないが、個性的に描かれたテニエルの差し絵によって、本作品は後世の彼らの明治形成に強い影響を与えているものと見られる。前作、不思議の国のアリスと同様、今作のキャラクターのうちのいくつかも、 キャロルとアリス・リデルの周辺の身近な人物をモデルにしたり暗示したものと推測されている。例えば第2章に登場する物言う花のうちのバラ、ローズとスミレ、ビーオレットはアリス・リデルの下の妹ローダとビオレッタを暗示しているとみられる。アリスに献身的な発明好きの白の騎士は一般にルイス・キャロル自身をモデルにしたキャラクターと考えられており赤の女王は リデル姉妹の家庭教師、プリケット城をモデルにしているではないかと言われている。作中に挿入されている詩や同様、特にタイトルのないものは書き出しを示す。宮沢賢治は、注文の多い料理店、1924年の広告文の中で、自身の作品の舞台であるイーハトーブについて、強いて、その地点を求むるならばそれは、 小少女アリスが辿った鏡の国と同じ世界の中と記しており、鏡の国のアリスを読んでいたことを伺わせる。検事研究者でもある詩人の甘沢大二郎は、これと同じ時期に書かれた銀河鉄道の夜の中の少年ジョバンニが気づかないうちに汽車の中にいるというような場面などに、鏡の国のアリスとの共通点を見出している。 シュルレアリストのアントナン・アルトーは1945年頃、アンリ・パリゾーの勧めに従って、鏡の国のアリスの第六章、ハンプティ・ダンプティを訳出している。しかしこの章で扱われている、ジャバン・ウォックの歌に対してアルトーは、魂を書いているとしてはっきり嫌いであると述べ、パリゾー宛ての手紙の中で、精神的苦悩を知らない表層の詩であるとして、酷評した。 後のポストモダニズムの思想家、ジル・ドゥルーズは、意味の論理学、1969年第13章において、このアルトによるジャバボック氏の訳を扱っており、この中でドゥルーズは訳語に見られる、アルトの言語が、真相のノンセンスに属する、精神分裂描写の言語であると分析し、キャロルの、いわば表層のノンセンスとの際を論じている。鏡の国のアリスは、 映像化においては、不思議の国のアリスにその要素を組み合わせたり、不思議の国のアリスとの前後編の構成が取られたりといったことも行われている。例えば、ディズニーのアニメ映画、不思議の国のアリスは、ベースは、不思議の国のアリスだが、鏡の国のアリスの遠いイードルダムと、遠いイードル D が登場するほか、ハートの女王の言動に、赤の女王のそれが用いられるなどしている。 鏡の国のアリス単独の映像化の例としては、ジョン・ヘンダーソン監督の1998年のテレビ映画、アリス・イン・ミラーランなどがある。また1936年のディズニーの短編映画、ミッキーの夢物語は、ミッキーマウスのキャラクターで鏡の国のアリスの物語を辿ったものである。ただしこの作品ではチェズではなくトランプをモチーフにしている。 不思議の国のアリスの映像作品も参照。特に、鏡の国のアリスに関わる構成の創作には、以下のようなものがある。ただし引用、言及のみのものや題名のみのパロディなどは除く。前作を含めた、アリス全般が関わるものについては、不思議の国のアリス、本案を参照。日本語への初の翻訳は、分かっている限りでは1899年。 明治三十二年、少年世界、博文館に掲載された、長谷川典型役、鏡世界、西洋おとぎ話が、最初で、不思議の国のアリスの書役、スマコ役、アリス物語1908年よりも早い。長谷川の訳は厳著に、忠実な訳ではなく、長谷川の創作が、かなりの程度混じった本案、パロディに近いもので、主人公の名前も、ミーちゃんに変えられている。 西条八重は、この典型役に触発され、1921年、大正十年より、自身の訳、鏡国巡りを、金の船、金の角のに一年間にわたってのし、翌年、西条八重同話集の第一編として刊行している。西条の訳も、やはり忠実な翻訳ではなく、原作の八章までの内容に、西条が自由に肉付けした内容になっている。 主人公の名前も、アリスではなく、アヤちゃんである。前年の1920年、大正9年には、楠山ヤマが、不思議の国第一部、アリスの夢、第二部教の裏として、正編続編を合わせた訳を、家庭読み物観光会から出版しており、鏡の国のアリスの本格的な翻訳は、この楠山ヤマが、初と思われる。物語の役代に、 鏡の国のアリスを用いたのも、楠山がこの訳を解題して1948年に、コミネ青山文庫より、不思議の国のアリス、神の国のアリスとしてそれぞれ出版したのがおそらく、初である。ただし、これより、前の1928年に、長沢沙介が、アリスの本案劇の役代として、鏡の国のアリスを用いた例がある。その後も、不思議の国のアリスと並んで、 たびたび、日本語への翻訳が行われており、戦後以降も、矢川隅子、北村太郎、高山博士、柳瀬直樹、脇秋子、河合翔一郎、安井泉、多田幸造、幾野幸吉、山形博他多くの役者の訳が、様々なイラストレーターと組み合わされて刊行されている。最もっとも、不思議の国のアリスのみが訳される場合も多いため、 不思議の国と比べればその数は少ない。注釈出典楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。